し、そして生年月日が全く一緒みたいです。ディスティニーコンビということでいいですか。この FC 大阪に来る前から知り合いだったんですね。どんな印象でした？印象っすか、まあ、今と変わらない。視聴者質問コーナーです。自転車上がる、自転車は、まあ、一番はサッカー好きなんで、まあ、今日皆さんこんにちは、バータルジ FC 大阪のお時間です。この番組はゲストをお招きして FC 大阪の魅力をたっぷりとお届けする番組です。本日もよろしくお願いします。さあ本日はですね、こちら背番号18番いただきましたが、なんとこれ私もさっき知りました、お二人は同い年、そして生年月日が全く一緒みたいです。うん、温度差。そうで、あの生年月日がね、1998年8月13日生まれ、2人とも同じ、しかも同い年、はい、もう運命です。ディスティニーコンビということでいいですか？ディスティニーコンビ。2人を同時に呼ぶときディスニーって呼んでいいですか？呼んでください。はいって言ってくれて。このお二人はですね、この FC 大阪に来る前から知り合いだったんですね。はい、うんうん、軽くです。軽く、どの時に知り合いだったんですか？大学の卒業する年のタイミングで、ほうほうほう、いろんなチームに練習参加行ってる時に、うんうん、そこで一緒でした。あ、そうなんだ。増田選手覚えてますか、その時？はい、覚えてます。どんな印象でした？印象ですか、まあ、今と変わらず結構肌黒いなって肌黒い、いや、はい、本当にすごいいい感じに焼けてらっしゃる。当時もそんな感じだった。はい、当時もそんな感じでしたね。すごいな、その時の印象が焼けてんなみたいな。やっぱ九州の人やなっていうのはすごい思いました。そうだ、九州出身だからね。宇多香選手はどうでした、増田選手の印象。大学の時、そうですね、関西の大学だったんで、俊二は、で自分関東だったんで、あんま関西の大学の人と関わることがなかったんで、イメージはもっと関西の大学なんで、もっとガチャガチャうるさい感じかなと思ったら、真逆の落ち着いてる人だなって。確かに落ち着いてる印象は、落ち着いてる、ぶってます、あります、ぶってる。当時からじゃあもうおとなしい印象だったんだ。最初はそうです。最初は、はい、最初はそうだったんですね。猫かぶってました、ね、あら、今はそんなことないですか？全然です。あ、本当ですか？化けの皮が。ちなみにですけど、同じ生年月日ってどのタイミングで知るんですか？どのタイミングで、自分はなんかその知り合ってから、なんか歌が書いて出てきた時に、うん、その劇作かなんかやったと思いますけど、うん、で見たら一緒やったんで、うん、うわすごいなって思って、で視聴者が入るって決まった時に、まあそれ会った時にそれで喋りました。あ、そうだ、一緒の誕生日やね、はい、みたいな、はい、それはなんて返したんですか？それ聞いた時にマジって思いました。あ、知らなかったんだ。俺知らなかったです、はい。そして宇多香選手は今年から選手会長を、はい、務めてるっていうことで、一応、はい、でもどうですか、選手会長になってから。なって大変ではないですけど、まあ、特にこれといってすることはないんですけど。いや、することはあるでしょ、多分。じゃあ選手会っていう J リーグのとは別で、選手会っていう団体、自治体みたいなのがあるんですけど、そこからのチームに連絡した時のパイプ役とかが自分が間に挟まれて。ちなみに増田選手は、まあ、選手会長、宇多香選手に何か言いたいこととか、はい、なんか選手の中でこういうのをちょっとどうなんですかみたいなことってあるんですか？あ、いや、なんか基本的にその選手の意見を上に言うっていうのが、まあ、会長の役割なんで、うんうん、まあ、そういう意味ではなんか選手代表で上に言ってくれるんで、まあ、本当に早く役って感じで、まあ、まとめてその意見を代表して言うっていう形なんで、すごい頼りにします。だってみんながみんなその上の方に言えないし、言いづらいですよね、はい、きっと。そうですね、うん、で松田選手はね、今年から FC 大阪ですけど、はい、普段はお二人は結構喋ってる仲良しな方ですか、宇多香選手とは？そうです、同期仲いい、はい、同期は仲いいですね。
どうでした、入りやすいとか何かありました？ FC 大阪の雰囲気的に。雰囲気ですか。そうですね、まあ、今年新加入多くて、で、まあ、以前、まあ、練習ちょっと来たこともあったっていうのがあって、まあ、知り合い、まあ、カイトもそうですけど多かったんで、まあ、入りやすさはありました。すごい。結構ね、なんか賑やかだなみたいな話をよく聞きますけど、はい、そうだなっていう。いや、賑やかですね。賑やか、やっぱり。やっぱ大阪出身だから、そこのノリはどうでしょう。なんか馴染みやすいとかあったんじゃないですか。まあそうですね、4年目、大学卒業して4年目で、まあ、大阪、まあ、3年間慣れてたんで、まあ、久しぶりに帰ってきて、やっぱ賑やかっていうのは一番に感じましたね。ホームじゃん、ある意味。しかもね、出身が近畿大学、はい、ということで、しかもホームタウンも東大阪市だから、はい、縁も感じますよね。そうですね、まさか自分がここの東大阪でサッカーやるっていうのは大学の時全然考えてなかったんで。そうなんですよ。すごい縁いただいたなって思います。近大ファミリーちょっと広げていきましょうね。はい、はい、お願いします。じゃあ続いてはこちらのコーナーに行きたいと思います。視聴者質問コーナーです。はい、いつもご覧いただいている皆さんに質問をいただきましたので、いくつか質問をさせていただきますね。じゃあまずは、仕事に関するこだわり、仕事道具のこだわりという質問なんですが、まあ、仕事っていうか、まあ、多分試合に向けての、まあ、ご自身の、まあ、スパイクとかそういう何かこだわりがあるのかとか、そういう話だとは思うんですけど、どうですか。まず岡田選手いきましょうか。こだわり、スパイクは今マネージャーの内藤が絶対に準備してくれてる。そこは頼りにしてます。管理ってなったらどう？試合会場に持ってきてくれるプラス、まあ、磨いたりとか、試合使った後だったら磨いたりとか、そのケア、スパイクのケアとかをもう全部やってくれてるんですけど、増田選手何かありますご自身の中で。そうですね、自分は今水野のスパイク入ってて、まあ、タイトがマネージャーのタイトがそのスパイク磨いてくれるってのあるんですけど、まあ、基本的に自分で磨いて。自分で、結構ね、さっきパンダとおっしゃってましたけど、大変ですか、やっぱ自分で。まあ大変ですけど、なんか試合終わった後にアウェイとかだったらなんかすぐ干したりとかしたいんで、そういう、まあ、移動とかあったりしてずっとスパイクが蒸れるじゃないですけど、そういうのもちょっと嫌なんで、なるべく自分でやるようにしてます。じゃあ、次はこちらの質問に行きましょうか。オフの日、休日は何をしていますか。そして今欲しいものとかありますかという質問です。松田選手どうでしょう。オフの日、オフの日、休日何してる。まあコーヒー好きなんで、コーヒー飲んだり、まあ、豆買ったり、あとは、まあ、サウナが好きなんで、それサウナ行って、まあ、夜ご飯とかが多いですね。結構趣味は結構ある感じですね。そうですか、ね。コーヒーはどういうのが好きみたいなのあるんですか。あ、一番苦いやつになります。一番苦いやつ、はい、それはコーヒー屋さんで言うんですか。一番苦いやつお願いしますみたいな。いや、なんか豆のなんか種類みたいなんで、わかるんだね。書いていただいてるんで、まあ、そういうの見て一番苦いやつにしようっていうのが多いですね。苦ってならないんですか。苦ってなりますね。なんか一番好きなタイミングがあって、コーヒー飲むの、なんか昼寝したり、例えば練習終わって疲れて昼寝した後に飲む、起きて飲むコーヒーが一番美味しい。練習して昼寝して起きて疲れた後に飲む。ビールみたいな言い方ですけど、その時のコーヒーが一番美味しい。寝起きのコーヒーが一番。それアイスコーヒー。ホットが好きです。あ、ホット。バス移動での時、まあ、どういう風に過ごしてるか、これ聞きたいな。バス移動、宇高選手バス移動はどうしてますか。そう、長い時間バス乗る時とかは前日からドラマとかアニメとかダウンロードしてって、それを見る。で、眠たくなったら寝てます、ね。ちなみに一番後ろの一番端って誰が座ってるんですか。美馬くんです。あ、美馬選手なんだ。なんか気になりました。一番後ろの端っこってね、なかなかボス的な端。そうですよね、そういうイメージありますよね。もう、じゃあ最後にしようかな。ちょっとサッカー寄りなお話にしよう。今までサッカーをしてて一番苦しかったこと、
まあ、それをどう乗り越えましたかという質問です。じゃあ高選手、何か、まあ、これまでね、いろいろあったと思いますが、はい、苦しかったこと正直ありました？サッカーで苦しかったことはやっぱ怪我です、ね、しんどい時期は高校3年間がまあしんどかったんですけど、まあ、それがサッカーが何ですか、青春だったんで、それはまあ今思えばしんどくはないかなと思います。怪我がやっぱ一番思い返してもしんどいです、うん、なんかその怪我でしんどい時とか、まあ、どう乗り越えようとしていました？そうですね、まあ、去年自分それこそ怪我してて結構長い期間あれだったんですけど、もう病院にも何人かお見舞いとかも来てくれて、選手がで歩けるようになって、試合会場とかに試合の時行ったりとかしても、サポーターの方々とかも声かけてくださったりとかしてたんで、それはだいぶ勇気づけられましたし、元気になりました。松田選手はどうでしょう？しんどかった、ね、大変だったなっていう。やっぱサッカー選手なんで、試合出れない時が一番しんどいですね。出れない時ってね、なんかそういう時ってなんか複雑というか、試合に勝ってもね、複雑だし、そうですね、まあ、負けたら悔しがらなきゃいけないけど、チャンスあるのかなとかも思っちゃうし、はい、なんかどうですか、その辺の感情のコントロールとか。まあ自分は何ですか、あんまりそのチームが勝ったり負けたりしても、まあ、やることは決まってるというか、まあ、自分できることは決まってるんで、毎日自分のベストをまあ練習で出すっていうのは、まあ、試合内容に試合結果にもかかわらず、まあ、それはやろうっていうのはずっと思ってます。まあ、昔からずっと試合出てたりとか、まあ、ちっちゃい頃から、まあ、エリートみたいな感じじゃなかったんで、まあ、そういう時の方が多かったんで、まあ、慣れてるじゃないですけど、まあ、そういう体制はあるのかなと思います。その時で どう考えるんですか？その、まあ、まあこういう時期なんだって思うのか、何かモチベーション上がる。モチベーションは、まあ、一番はサッカー好きなんで、まあ、今日より明日うまくなるためにっていうので、まあ、毎日コツコツ感じです。毎日コツコツ、まあ、今日より明日、それがね、自分のつながっていくのかもしれないですよね。そうですね、はい、なるほど。はい、ありがとうございました。リーグ後半戦頑張ってください。本日は宇高海人選手と増田俊二選手にお越しいただきました。ありがとうございました。それではワータルジン FC 大阪、次回もお楽しみに。バイバーイ。